さあテレビの前も前のあなたもご一緒に NHK をぶっ壊す。だからもう少しまあそこ具体的に言うと、頑張れって教えるでしょ。頑張ったら絶対ダメですよ。多分もう50年もしないうちに頑張れっていう言葉禁止になるんじゃないですか。いや本当ダメですよ。頑張れは笑い事じゃない。だって自分で頑張る人は頑張るわけだから、頑張れって命令なんですよ。あれをしろって言うでしょ。勉強頑張れは実は勉強しろでしょ。仕事頑張れは仕事しろでしょ。やりたくないことをやらせることが頑張れなんですよ。頑張ると頑張れはもう全然違うんですよね。でもううつ病の人が一番言われたらいけないのは頑張れでしょ。でなんか日本って嫌なことをすることがビッとされてるでしょ。嫌やなと思うことを頑張る人をなんかビッとする変な文化があるでしょ。なんかもう嫌いなもの食べなさいとか得意じゃない今日か頑張れとかもう全部間違ってるんですよ。嫌いなもの食べたら体に悪いんですよ。僕は野菜とか食べないですから。実証してるでしょ。野菜食べたら体に悪いの。だってそうじゃん。ライオンに野菜食わしたら死ぬよ下手したら。でしょ。シマウマに肉食わしたら死ぬでしょ。だからその人に合った食べ物ってあるのよ。食べたいものを食べるのが一番ストレスもないし、一番いけないのってストレスなの。だからしたくない勉強したら勉強自体が嫌いになる。でこれからの日本っていうのは総合力じゃダメなの。専門的に行かなきゃいけない。もう野球選手だったらバントしかできないでもいいねん。もうピッチャーでも1イニングだけ抑えるとかでいいの。要は総合力は高度成長時代に必要だったわけ。毎日ずっと朝から晩までネジ回すって仕事があったから、そろばんで計算するって仕事があった。それは嫌なことを耐えるっていうことが求められてたの。で今の日本っていうのは、まあ、世界中がそうだけど、嫌なことをしろっていうところは時代遅れで、情報が入ってきてるために嫌なことを命令されると体が拒否反応を起こすわけ。その拒否反応と嫌なことをさせられることで病気になる。だから相当その大元の価値観、人間本来の姿っていうのが何なのかっていう、何のために生きてるのかっていうことをそのゆっくりと紐解いていくっていうか、多分江戸時代ぐらいからずっと洗脳されてるんでしょ。農民は田んぼを耕しとけって、それがいいって思い込まされてる人たちがいて、でもインターネットによっていろんな情報が入ってきて、で不幸って感じるのよ。だから日本人って不幸って思ってるのよ。あんまり幸せと思ってない。でインドの山奥とか行くとみんな幸せなの。家の中から出てくるものってもう器とかもうないね。その当然電子レンジもなければ、そのドライヤーもないし化粧品もない。でもそういうインドの山奥の人って幸せって回答するのよ。病気もしてないし、ご飯もその辺の草食べたら美味しいしって感じ。要は知ると不幸を感じる。車に乗れないから自分は不幸とか、ゲームのソフトが手に入らないから不幸とか、いろんな情報を得るとないことに対するストレスができる。でも情報を与えられてないとめっちゃ幸せと思うんです。でそのサラリーマンしてる人がインターネットによってものすごい楽しい情報っていうか、もっと楽して楽しく儲けてる人の情報とか入ってくるとそっちに行きたい。でも家族がいるから嫌な仕事しなきゃいけないで、やりたいことをしないことによって病気になるんです。だから相当嫌なことを押し付ける会社なんです。だからうちの党なんて本当全く、今もなんか党内で揉めてるけど全然言わない。好きにしたらな。誰かに迷惑かけちゃダメよ。でも誰にも迷惑かけないんだったら好きにしたらいいの。でくだらんお金儲けなくていいのよ。自分がやりたいことだけできるお金が稼げれば幸せだから。だから考え方
方自体が徐々に徐々に頭のいい人は変わってきてると思う。でも頭のいい人はバカどもがその体育会系のノリで仕事しろって言ってくるから、頑張れとか言ってくるから、そいつらを説得するのに苦労してしんどくなって病気になる。ありがとうございました。